アミブウエはドイツ生まれのオーストリアの地質学者である。ハンブルクに生まれた。ハンブルク、ジュネーブ、パリで学んだ。医学をイギリスのエディンバラ大学で学ぶうちに、鉱物学と地質学の教授ロバート・ジェームソンの影響を受けた。地質学研究のためにスコットランド各地やヘブリディーズ諸島を調査した。学位を取った後パリに移り住んだ。 1820年にエッサイジアヤラジックシュールエル、エコスを書き、火山岩について多くを記述した。ドイツ、オーストリア、南ヨーロッパの地質調査を行い、フランス地質学会の創立者の一人になり、1835年から会長を務めた。1845年にオーストリアに移り、オーストリアに帰化した。ウィーンの帝国科学アカデミーで、 バルカン諸国の地質について発表し、メムワーズ・ジョバロジェケイズ・イペイリアントラジックスや、ラトルキディヨーロッパ、オブザベーションズ・シュール・ラゲイグロフィ、ラジオリジー、リストワール・ナチャール、エトセトラなどの著書がある。1847年、ウォラストンメダルを受賞した。ありがとうございます。